2017年4月3日、朝の6時7分です。おはよう。おはよう、ヒロさん。ポロレル、おはよう。おはよう、起きた。サクッとら、おはよう。さゆちゃん、おはよう。いや、おはよう。セクシーじゃないよね。とにかく暑い。とにかく今暑いな。おはよう、ナミニャン。ありがとうございます。クーラーかかってるよ。大丈夫大丈夫。かかってるかかってる。ナミニャンかわいいな。最近かわいいサムネの女の子増えたよな。あ、爆睡してた。ごめんね。寝落ちしちゃったんだよ、昨日。最近、さゆちゃんとかさ、ナミニアンとか可愛い。どっから来たんだろうね。捨て頃からすげえ増えたよな、女の子。おはようなの。台風、大丈夫そうだね。大丈夫そうだね。もう過ぎてるじゃん。風の音しないもん。あ、そうなんだ。サクったら33か。おぐちゃん、おはよう。そうだね。さやちゃんちょっと古いね。さやちゃんは結構見てくれてる。でも過ぎてるでしょ。だって沖縄本島すごい小さいんだよ。直径100キロぐらいしかないんだよ。直径つうか縦に100キロさ。先んちょおはよう。野前にさんおはよう。ラリラリおはよう。あ、じゃあ同い年？一個上か。一個上か。一個上。あっち。釣れない。釣れないどころか、もう全然面白くなかった。やっぱ釣り向いてねえわ、マジで。マジで向いてない。イライラしちゃって。台風まだこれからなの。マジで。お、セレンいらっしゃい。
台風それてない。台風見てみっか。何にもねえけど。何にもない。むしろ風ないぐらいだわ。一匹釣ったらね、魚を釣ったことないんだよね。マックインはどつ、あや。晴れてるね。僕いらっしゃい。沖縄は帰りたくなったら帰るよ。台風まだ沖縄より下にあるから今から15時くらい。ああ、そうなんだ。オッケーオッケー。そういう感じなんだ。気をつけるわ。昨日何時ぐらい？ 10 時ぐらいかな。夜の10時ぐらいに雑談してる最中に寝ちゃった記憶がある。いいね。釣りは俺向いてないな。なんか何かをじっと待ってるっていうのが苦手なんだよね。初日に4人リアトツあって、そっからストップしてるね。初日に4人だね。4人じゃない、5人かな。1、2、5人だね。5人。釣りは我慢強い人が向いてるね。ずっと待てる人っていうか。ずっと我慢できる人。罠を仕掛ける人とかね。そう、俺風邪ひいたかもな。鼻の感じがおかしい。ちょっと熱あるかもしんないわ。風邪ひいたかも。かりゆしウェア着ようか。指かいて寝てさ。大丈夫大丈夫、死にやしない。そうだね、気温だろうね、多分。普段あんまり外にアクティブに動き回らないから、疲
疲れたのかもしれない。旅疲れ。今日は糸満と国際通りの方行くと思う。糸満と国際通りの方。てつさんおはよう。ああ、電波厳しいんだ。ゃあ合流したんだ。屋久島で。なんかさ、リスナーさんがさ、屋久島をさ、沖縄だと勘違いしてる人いっぱいいるんだよね。いつ合流すんのってよく聞かれる。いや、全然違うところにいいんだけどって。うん、体調気をつけるよ。あ、そうなんだ。光くん優しいね。荒野も合流してんの。ちょっと体調悪いね。目もかゆいし。釣り行く？釣り行く？なんでね、釣りの餌とか、テルのバッグに忘れちゃったんだよ、俺。テルの車の中に。エビと針を。竿しか持ってない。忘れちゃったよ。荒野合流はしてないけど鹿児島にいるんだ。なるほど。そういう感じか。もらったのかな。アヒルさんおはよう。荒野嫌われたんだ。何があったんだろう。嫌われるようなことしちゃったの。ジャニーさんおはよすみ、飲んだ。うん、無理はしないよ。ありがとう。ヨークうめ、ヨーク。
ありがとう。アイテムありがとう。あ、4000人？すごいね。誰の放送で？ああ。揉めてるんだ。風だね、完全に。ニヤニヤいらっしゃい。熱ある。俺生放送で台本用意されたことほとんどないから、なんかリスナーさんが台本っていうのよくわかんないんだよね。リスナーさんが言う台本ってどういう感じのことを台本っていうの？台本ってないよ。台本なんかいらない、生放送に。本当に急に金梅さんから電話かかってきたの。テルとホテルにいるとき。まあ、ネタに近いかもね。即興芸だよね。即興芸。でも、やっぱりね、心から思ってないことは言えないんだよ。人間って。それを誇張して言ってるから、なんか、ネタっぽく見えるだけで。薬はいいかな。薬嫌いだから。嘘。愛子ちゃん、たまちゃん、どつき合い？マジで？やば。神回じゃん。だって愛子、今、もうすぐ帰宅って枠やってるじゃん。愛子、放送やってるよ。すげえな。アイコはマジの人だからね。3時間釈放か。筒本汗疑惑？嘘？やば。面白いじゃん、それ。筒本汗だったな。古いなぁ。
鼻が折れた。愛子さんがぶん殴ったの。でも愛子さんは株上がったんじゃないの。愛子さん株価上がったんかい。タマちゃんにムカついてる人相当いたでしょ。クロバス推しユータさんいらっしゃい。風船10個アイテムありがとう。おはよう。アイテムありがとう。フリップくんおはよう。おはようカズ。おはよう。おはよう、ルキコ。寝起きかわいい。いや、生活リズム、やっぱ太陽の時間に起きてんの違和感あるよ。俺は違和感ある。夜起きてた方がしっくりくる。おはよう、ゆる。予定は未定です。予定は未定。僕は、予定を組みません。人生の何においても予定は組まないようにします。予定は組みません。
そうだね。可愛い彼女作ったらもう最高の人生だね。なんか芸能人で俺が誰と付き合ってるとしっくりくるかっていう話を中学校の同級生と話した時に、あ、わかるってみんなに言われたのが、なんだっけ、今会いに行きますの女優誰だっけ、今会いに行きますの女優今会いに行きます、女優、竹内優子って言われた。竹内優子、俺全然タイプじゃないんだけど、竹内優子はなんか、和道普通に彼女で奥さんですって言われてもなんかしっくりくるって言われた。選びそうみたいな。そう。ロードスターいらっしゃい。うん。わかる。うん。朝食何食べるかも考えてないかな、今のところ。タイプ芸能人で言ったら土屋アンナとか好きだよ。竹内優子は気が強そうだよね。へいしっ、ね、タイプじゃないのにね。な、俺昭和だぜ。最近の若い子わかんないよ。土屋アンナすげえタイプだ。体調グズグズだわ、今。完全に風邪ひいた。そうそうそう。ヤンキーっつうか気の強い男みたいな女好きなんだよ。俺がめめしいから。男っぽい性格の人好き。男らしいというか。そうそうそう。姉御肌っていうか、そう。そうそうそう。お姉ちゃんっぽい人に憧れる。土屋アンナに甘えたい。天海祐希とか、だから、それ、天海祐希とか言うのは、だから、竹内優子系じゃん。だから、そういう人選びそうって言われるのよ。天海祐希とかを選びそうって言われるの。だから俺タイプじゃないの。むしろ、ああいう美人系って苦手なの。先発先生おはようございます。コメントありがとうございます。もしよかったらフォローしてください。先発くん大きくなったな。みどりさんに顔そっくりになってきたな。もうこんなでかいんだ。キャリーパミュパミュはないかな。むしろ、パミュはないな。いや、黒髪の清楚の人あんまり好きじゃないのよ、実は。だから意外だって言われる。沖縄リアトツでラビーちゃんがめちゃめちゃ美人だった。
先輩先生フォローありがとう。ラビーちゃん、もう放送に移したかったもん。可愛かった。沖縄美人。妹も可愛かったし。生主で言うと、ひなりとか好きだよ、俺。ひなりは可愛いなと思う。ツイキャスのさとちゃんとか可愛いなと思う。ことかは逆に意外かもしれないけど、ことか可愛いと思うんだけど、タイプでは全くないの。ことかで欲情は絶対しない。ことかがどんなに誘ってきても、もうチンコ立たないと思う。すごい可愛いし、すごい美人だと思うけど、もう妹みたいにしか見えない。性の対象じゃない。ことかは本当妹みたい。ことかだったらまだワンワンの方がまだ勃起するわ。問題発言だよね。もう冗談抜きで、物選なのかな、俺。ことかだったらワンワンの方が、あ、もうリナネコとかも全然勃起しないね。そう、そういうんじゃないんだよね、ことかは。ことかは妹にしたいね。守りたい、なんか。ことかでエッチなこととかできないよ。いや、一個の例えで、性的な目でことかを見れない。やかは全然、いや違う、あやかに振られたんだよ、俺。昨日の夜。あやか付き合おうっつったら、嫌だって言われた。あやかに振られたわ。え、出し方忘れちゃった。ちょっとよくわかんないわ、その発言。おお、花火ありがとう、カズ。花火ありがとう。花火ありがとう。振られたよ。みんなアイテム、ちょっとガンガンよろしくね。もう本当にマンスリーランキングトップ狙ってるから。もう俺も100万稼ぎてえわ。なんかテルとかさ、ドルさんとか100万稼いでんのに、なんか、荒野とどんぐりの背比べしてんのすげえ嫌だから。いや、沖縄ペルさん。今沖縄。じゃんじゃん囲って。荒野とどんぐりの背比べでしょう。もう。
やだよ、俺、荒野がライバルとか。俺、全然意識してないのに。あんなポットでの配信者に負けるっていう。また来て、ラリラリ。あと YouTube もあと300人だからみんなチャンネル登録してない人はチャンネル登録よろしくお願いします。 YouTube よろしくお願いします。ああいう、なんで皮膚がこんなただれやすいんだろうな。そうだね。沖縄結構満喫できたかな。ダニとかアセモとかすごいダメだね。皮膚が子供の頃から弱くて。荒野はだって金梅さんと光くんの層噛み合うでしょ。ガッチガチに交配できた感じだし、金梅さん好きな人は荒野好きでしょう。光くんと金梅さん好きな人。あれはなんか鉄板的なキャラだと思うよ。でも知ってる？荒野の一番最初のリア突相手って俺らの実は知ってた。あいつが一番最初にリア突したの俺なんだよ。手頃の練習中の。そうだよ。あのさ、てるちゃんぴんと俺が公園でトレーニングした日覚えてる？ワン太郎とかさ、いろんなやつが来た時。その時に荒野いたんだよ。おはよう、達彦。そう。ワトさん好きとか言ってて。で、その時に言った。お前、俺とタイプ噛み合わないから俺じゃねえぞって。
荒野もしかしたら、あれなんだろうね、和道リスナーだったのかもね。元を正すと。でも長い目で見たら俺は荒野はね、落ちると思ってる。今がピークになると思ってる。ダニっていうか虫全体が多いね。虫が多い。荒野の雑談枠、昨日初めて見たけど、全然面白くなかったから。びっくりしたよ。びっくりした、マジで。雑談、クソつまんなかった。リスナーも荒野の話なんか一つも聞いてねえし。みんなで荒野いじって遊んでるだけだった。ああ、まあ調子乗っとけばって感じだよね。俺も同意見だわ。俺、だから俺のリスナーさんと相性悪いよっていうのはこういうことなのよ。雑談メインでやってるわけじゃん。合わないよ、俺とは。初見さんいらっしゃい。150、ユンさんいらっしゃい。コメントありがとう。もしよかったらフォローしてって。和道ワールドはね、年齢層高いから。精神年齢30歳以上じゃないとついてこれない。若者向けに放送やってないもん。アダルティーだからね。かっこ、あれじゃない？一番視聴年齢が高い放送って言ってもいい感じじゃない？配信会で結構年齢層高そうな気がする。寝ていいよ、全然。ミュールもう、俺、大丈夫だから。いや、風邪ひいた。ターケッチいらっしゃい。ああ、うちのリスナー礼儀正しいね、本当にね。落ち着いて会話を楽しむ人が多い。ユン、ありがとう。あ、ツバニャンと比べられてる時点でもうアウトだからね。ツバニャンと比べられてる時点でアウトなんだよ。そこがもう致命的にダメだよね。タマちゃんはミセスセフレだよね。ミセスセフレ。まあ若いうちだけだよ。ちやほやされんの。年取ってあんな女と付き合いたいとかないでしょ。ビッチすぎるわ。フォローありがとう、ユン。戻ってくるでしょ。100%戻ってくるでしょ。100だね。なんでかっていうと、イオは100万以上稼いでたの。で、スポンサーができた。要は彼氏ができたってこれ、100万以上持ってる人なんだよ。で、休んでるだけ。この人の資産、彼氏の資産を溶かしたら戻ってくるよ。100%だよ。だって、食ってけないでしょ。あの女が奥さんやる玉かよ。すげえだろ。
金がなくなったツバには戻ってくると思うよ。ツバニャンもツバニャンで、あいつ一流だからね、配信者として。まだ若い。いくつだっけ？けんもう30超えてるでしょ。スバニアは炎上させまくってたからね、常に。おはようボン。まあ俺の4つぐらい下とか、そんなイメージ。若くはねえだろ。30超えてないんだっけ。そうそう、爆走。それそれ。20代若いんだ。おはよう、にゃんちゅう、おはよう。そう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 。あのね、嫌われる人って実は強いんだよ。嫌われる人って強い。なんでかっていうと、万人に受ける人なんか世の中に存在しないの。で、どちらかっていうと個性が強い方がいいのよ、配信者って。だから、嫌われてる数イコール知名度みたいなところあるんだよ。俺だってすげえ嫌われてたんだよ。ニコ生の時すげえ嫌われてたもん。で、閲覧多かったでしょ、あの時って。ふわっちで言う。500は安定してたもんね。立ち見 A 出てたってことは。新野鳥は、そうだね、仲間大事にするからね。あと人ディスらない。理由があったらディスるけど。新野鳥は仲間すげえ、一番大事にするっていうか、むしろなんかコラボとか、その仲良くやってこうっていう風潮を作ったの野鳥だと思うよ。多いよね。でもね、俺のアンチね、他枠で多いってね、俺のこと知らないで煽ってる奴らばっかりなんだよ。だから俺の放送見たことない。風邪ひいた、スカーレット。おはよう。ヨーゴヨーゴ。これめちゃめちゃうまい。森永ヨーゴ。これ3本目かな。見たことなくて、なんか叩いてる人が多い。めちゃめちゃうまいね、これ。これ、あの、東京にも欲しいもん。森永陽子は。伝説の飲み物なんだ。超うまいよ、これ。そう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 。だから俺はその客層いらないと思ってるから。要は、噂とかイメージが先行して、人の悪口言う客層じゃん。俺の放送に合ってない。俺のリスナーさん大人っていうのは自分の目で確かめて好きか嫌いか決める人だから。だからここのリスナーさん嵐とか一切やらないの。結構異常だと思うよ。140人リスナーさんがいて、こんだけまともな人ばっかりっておかしいよ。だから客層はトップレベルにいいと思ってる。
めちゃめちゃうまいね、ヨーゴ。ドレチャンマンと被ってるんじゃないよ。ドレさんは、俺のリスナーさんも吸収していくぐらい、雑談力が高かったんだよ。普通、うちのリスナーって他のリスナーに奪われないのが結構特徴だったの。居つく人が多かったんだけど、ドレさんのすごいところは、俺より喋れるっていうか、実はね、俺とタイプ似てるんだよ、ドレさん。普段ずつは。で、俺より雑談のレベル高かったっていう。だから、持ってかれたね、正直。ドレさんの客層は、俺じゃ物足んないんだよ。なんでかっていうと、経験が足りないから。年齢層もっと上だから。ただ、ドレさんが、もうおじいちゃんになって、お亡くなりになったら全部うちに流れるから。遺産相続が入るから。どれの深夜食堂が死んだら、全部うちに来るのは確定してるから。ちゃんまはレジェンドだよ。キャリアが違うから。瞬間的な落ち目とかじゃないんだよ。もうキャリアの中で、やっぱりスーパースターだから、俺は、ちゃんまんの方がはるかに実力上だと思ってるよ。ポットでのね、閲覧。だから、荒野と俺を比べるのと、ドレさんと佐野を比べるの全く一緒だと思う。例えばさ、トータル的な配信力で言ったら、今閲覧確かに負けてるのは間違いなく認めるんだけど、安定感とか収入とか将来性で言ったら、俺と荒野見た時にどう思うって言ったら、絶対和道って言うはずなんだよ。それと同じように、ドレさんの方が今たまたま、ダブルスコアついてるぐらい、閲覧多いかもしんないけど、10年後、どっちが生き残ってるって言ったら、うなちゃんマンって言うでしょ、みんな。それと同じなんだよ。ちゃんマンが何を目指してるのかとか、ちゃんマンの収入とか、ちゃんマンの質とか考えてよ。俺と荒野で比べんのと、ちゃんマンとドレさんって比べんのは全く一緒の構図。ユイカが死んだら、あれだよ。犬目町で ライブだよ 犬目町で12歳が近寄れないエリアができるんだ。そう、うちのリスナーブレない。和道旅団強えから。せんちゃんラブリーおはよう。おはよう、アンズ。アンズおはよう。でも今回、佐野は今回きつそう。あの森すら香川に回収されてる。あのね、こ、あ、いや、覚えておいて。配信って長いの。で、配信人生ってすっごい息の長いスポーツみたいなもんで、香川さんの FC2 時代、閲覧さ、50とか30とかの時代があったんだよ。俺もキャスで30とかあったの。で、ちゃんまんは今、確かに落ち目かもしんないけど、ね。絶対に辞めない人なんだよ。もう信頼があるの、ブランドに。うなちゃんまんは配信会から消えないとか、安心感あるぞ。鮫島さん消えないっていう。で、長い目で見たら、神回とか、調子がいい時とか、こう波があるのよ。今だからご祝儀があるの、香川さんには。香川さんは店を出したばっかりっていうご祝儀が今来てるの。だから、その流れをつかむやつが、センスのいいやつなんだよ。おはようギア。ドレさんはまだ配信会で受けるべき洗礼を受けてない。いきなりバッて言ったタイプだから、捨て頃で。まだ痛みとか叩かれるとか、安置化するとか、もう絶対に登竜門的な通過儀式を通過しないでこうなっちゃってるから、俺は結構危ない、脆い存在だと思ってる。その有名な馬主が通ってきた道を通ってないんだよ。むしろいきなり出ちゃいけない舞台に出たようなもんだから、捨て頃っていう。俺はマジでそう考えてるよ。ただドレさん実力あるからね。ドレさんディスではないから、これは。ドレさんはいつか多分女問題でめくれると思ってる。
和道は佐野と香川、どっちかつくならどっちの、どっちにつくっていうのはないよ。ない。っていうのも、それが一番、変な話で、どっちに肩持つっていうのはないよ。だって俺は俺で、収入増やさないといけないし、ファン増やさないといけないし、自分の放送やらないといけないのよ。そんな余裕ないよ。だって俺からしたら香川さんもちゃんまんも先輩なんだもん。そんなことやってる余裕ないでしょ。そんなことよりも自分のファンっていうかさ、自分の客層を作っていく方が仕事だよね、ある意味。マリリンおはよう。そう。要は便乗していくスタイルっていうのは結局二番煎じっていうか、便乗はあくまで便乗だから。自分のファンではないんだよ、それは。からむしろ、どっかでバーって盛り上がってる配信やってる時に、静かでも閲覧少なくても、自分の放送に来てくれる客層が本物のリスナーだから。個人戦、個人戦。変態ブスコさんいらっしゃい。おはようございます。コメントありがとう。もしよかったらフォローしてね。だってさ、極端な目で見て、閲覧を稼ぐなんて、俺得意中の得意だよ。昔の和道リスナーは知ってるはずなの。ふわっちからじゃなくて、ニコ生の時知ってたら、荒野なんてもんじゃなかったよね。俺の炎上の仕方。毎週、もう本当にニコ生の話題の全部中心に俺がいたぐらい引っかき回してたの。閲覧稼ぐのなんか余裕で俺得意だよ。ツバニャンなんてもんじゃなかったよね、本当に。毎回炎上してたもんね。全然。むしろ今、放送スタイル変えてるから、あの頃に比べたら。炎上させても無駄だっていうの分かってるから。自分のファンを作っていかないとダメだよ。荒れまくってたよね。大海原だったよね。暑くなってきたね、ピッピー。おはよだから人を怒らせるっていうのとか人を泣かせるっていうのはそんなに難しくないんだよ。だから悲しませたりとか喜ばせたり笑わせたりするのって難しいの。本当に。人の感情の中で。俺はだから笑わせたりさ、喜ばせる配信者になりたいよ。感動させたりとか、癒されたりとか。おはよう、マスク。まあね。っていうのもね、あのやり方だと短命だなっていうのに気づいたんだよ。このままいったら俺潰れるなっていう。そこに気づけたのはでかかったよ。荒野が気づいてないのはだから注意してんのそこなの。要は、和道和道ってディスってるぞってよく鳩が飛んでくるんだけど、要は、
荒野が見ない、俺、お前より上だぞっていう相手は俺じゃないんだよ。荒野が目指さないといけない。金梅さんとかヒカルくんなの。ちょっと数字が安定してきて、俺をライバル視してる時点でもう終わってるんだよ、荒野は。シャンマンのあの鋼の精神は、女逃げられて飼い犬まで持ってかれそうになって、身内は半目に流れてってよく配信できるわ、ヘラル。だからそれが、あれだよ、本当の強さなんだよ。ブレずに毎日放送ができるっていう、自分のスタイルで。で、はっきり言って、ちゃんまんが抱えてる今、ふわっちの500人っていうのは一番少ない数字なの。だけど逆に言ったらだよ、この500人って珍味なんだよ。鉄の結束の。ガチの囲いが、ガチの本当のファンが500人いるってマジで強いよ。俺200ぐらいだと思うもん。500人常にいるんだよ。これは強いよ。ガチガチの囲い。要は話題性がなくて500。要は一番底辺の状態で500人いるの。ってことは、なんかちょっと面白いことあったら1000人倍、倍、倍っていくぜ。だから、今ぶっちゃけ面白いこと何もないじゃん。ちゃんまんの周りに。要は、話題性のあるコラボとかもないし、あえて避けてるの、ちゃんまんは。あえて、それをしてないだけだから、強いよ。むしろ、金梅がオワコンというか、金梅さんがなんか勘取り戻してきた感じじゃない。ニコ生っぽくなってきた。むしろ、多分ね、このままじゃダメだっていうのに気づいたんだと思うよ、金梅さんは。昔のスタイルにちょっと戻してきてる。要はね、アンチも構わず作るスタイル。で、最後囲われるっていう。もう、要は、渦の中心にまた戻って波を作るようになったから。いいんだよ、あれで。最近の金梅さんちょっと囲われすぎっていうか、なんかスーパー、なんつうんだろう、大御所みたいにされてたから、今の金梅、オワコンって言われてたりとか嫌いっていう層が出てきたのは、俺は配信者として正解だと思う。金梅さんがまた、なんつうの、最強だった金梅に戻ってきたよ。精神の根源。やっぱりね、配信で成功する人って、どんな世界でも成功するよ。なんだろう。どんな世界でも成功してるんだよ。なんでかっていうと、配信って極端な話、何が武器かっていうと、人間力だけなの。で、人間力をつけるのってめちゃめちゃ難しいのよ。人間力って何かっつったら数値化できない何かだから。人間としての魅力だけでやっていくのよ。で、トークが上手いとか、ハゲとか面白いとかじゃないの、実は。配信力って人間力の、この人好き、この人嫌いっていうだけの世界なのよ。でしょ？で、人間的な魅力があるってことは、結局社会でもうまくやっていけるんだよ。俺は面白い世界だと思うよ。もう、こいつが好きか嫌いかだけ。で、好きだったらアイテムあげる。嫌いだったらもうとことん叩くっていう。シンプルな世界だよ。だから、過疎とか、なんか、大手とか、あんまり、古い基準だよ。古い。もう、俺も5年目に入るから、もうあと10日以内に、1週間ぐらいで5年目に入るの。配信休まずやって5年目。もうあれでしょ。もう、キャリア積んできたよ。下積み終わったよ。もうそろそろ語っても許される頃になってきたよね。和道が言うんならわかるわって言われ、昔こういうこと同じような内容言ってても信用がなかったから、お前何語ってんのって言われたの。何が変わったかって、俺のトークの内容とかじゃないのよ。5年間の実績休まずやってきた信頼があるから、あ、和道見る目あるわって言ってもらえるようになったの。人に認められるってそういうことなんだよ。だから荒野に言いたいのは、荒野は5年後に、5年後に安定してこういうことができるようになってたら俺は認めるよ。荒野のこと。
ポットでね、ラッキーパンチが当たってるやつなんか、腐るほどいるから。で、消えてった配信者、俺ら5万と見てきたわけじゃん。ポットでバーってなって5万といたでしょ。で、何人消えてった、そういう配信者。腐るほどいるから。ちょっと、スーパースター扱いされてさ。でしょ？残るか残らないかは本人の心なんだよ、実は。本人の気持ち。要は、浮ついてるか、本当に、配信が好きかな。で、荒野は浮ついてるの。だから不安でしょうがない。あいつ可愛いから、正直言うと。荒野はもっと、上を目指してほしい。今ね、気持ちの弱いやつはどんどんいなくなってる。だってぶっちゃけ荒野なんか守られてるだけじゃん。アメリカ人はね、最近ちょっと、まだ企画とかやる段階じゃないと思ってるけど、なんか自分より下の人間を使って企画とかやり始めてるじゃん。まだその段階じゃないんじゃないのっていうのはみんな思ってるはずだよ。アメリカ人は早すぎたよね、ちょっと。なんか軍団を作り始めてるじゃん。あれ、干されるぞ。そういうのは3年目ぐらいからでいいと思うよ。3年目でもまだ早いと思う。俺だってあんなことやんないよ。もうちょっと実力つけた方がいいと思う。まだコラボも早いと思ってるもん。単品の企画、ピンの企画。だって、ゲストで対談も期待されてない段階のレベルで自分の番組やっちゃってんの。それ誰も見ないでしょ。自分で司会やっても無理よ。仕掛けが早すぎるよ。なんやかんや長生き。誰が？ アメリカ人は企画力あるし、信頼も勝ち取ることできるから、まだ早い。もったいない。タイミングが悪いのをね、見定められてない。要は、時期の利をちゃんと、タイミングとか、利を使えてないよね。多分焦ってるんだと思うよ。閲覧増えてきて、今じゃないとダメなんじゃないかっていう焦りからの行動だと思う。まだ後輩に閲覧伸ばしてやるよって言える時期じゃないよ。売名させてあげられるよっていう時期じゃない。自分が売名しないといけない時期だよ。テルシャンピンは安定感とね、全くブレない心の強さがあって、正直ね、相手の収入とか閲覧とか一切見ない。人としてだけ。だけつき、人間としてだけつきやの、どんなやつにも。だから、強い。ペルはね、配信界の常識とかに振り回されない。すげえ心強い。ファン大事にするよ。あとすごく。連絡をまめに取り合ってる。リスナーさんと。ファンを大事にするやつは強いよ。俺、テルは好きだよ。テルに誘われて多分何かを断ることはないだろうね。テルが困ってる時には動きたいし。
和同旅団って念の使いって言いますか。俺の念術すげえ強いよ。浅井さんとか、ロハコさんとか、のんちゃんとか、あやかとか、海宝とか。具現化系だから。初見さんいらっしゃい。コメントありがとう、リュウタン。もしよかったらフォローしてってください。だいたいプロフィールページ見ると、僕のやりたいこととか載ってるんで、もしよかったら見てみてください。どちらかっていうと、もう配信者ってピラミッドができてんの。大きなピラミッド。イメージしてもらいたいのは。ピラミッドができてんの。で、もうこのピラミッドっていうのは黄金法則だから崩れないものなの。上に行ける人はごく一部。ただ、入れ替わっていくの、ゆっくり。下から上がっていくときに。入れ替わって入れ替わって、相関図みたいにポジション取りのマス取りゲームなんだよ。これに近い。だから、今自分のどこにいるポジションなのかを明確に把握できるやつが、で、次1個上目指した方がいい。2個上目指した方がいいって。ドレさんは一番下からボンって上の方まで行き過ぎたんだよ。だから崩れた時のダメージ超でかいから。俺はそれが心配なの。実力はあそこのポジションに行く人のは分かってるんだけど、階段の上り方が運よくバンって行っちゃってるから。っていうのも、なんでドレさんがそうなったかっていうと、ドレさんのキャラクターって今までなかったキャラクターの。これが強い。ブルーオーシャンっていう状態の。要は、今までなかったキャラクターだから、一気に自分のポジション全部拾えた。一気に有名できた。これは強いよ。そうそうそう。まあ、海老蔵さんはね、やっぱすごいよ。昔も大手、さらにその自分超えて大手になったじゃん。俺だってツイキャスで閲覧8人の時の海老蔵さん見てコメント打った時、お互い苦笑いしたからね。海老蔵っていう名前隠してやってたんだけど、バレたっつって。和道くんどっから見つけたのっつって。俺復活したの知ってたのって、誰にも告知してないのに、っつったら。やってますね、っつって。狙ってるんですかって。で、その半年後にはもう2万人フォロワーになってたからね。1万人か、その時は。で、この1年ぐらいでもう2万人超えでしょ。やっぱね、ノウハウ分かってるんだよ。キャリアの古い人は。下積みが長いから。頂点は石川紀之かこれこれだろうね。うん。今頂点にいるの、多分ね、石川紀之これこれで間違いないよ。うん。多分そこは不動っていうか、もう、みんな認めてると思うよ。合ってるでしょ？石川の隆起、これこれ。ドレさん4年ぐらいじゃないよ。もっと長いよ、キャリア。うん。だからドレさんはあとフワッチっていう追い風もあったからね。下積みは大変どころじゃないよね。もう、何回先輩に怒られたか。ガチで怒られて、ガチで裏で説教されたことなんか腐るほどあるからね。今の配信者ってそれないんだよ。上下関係みたいなのないの。本当に。なんか荒野とかさ、ヒカルくんと絡めるなんて考えられないよ。本当。だからヒカルくん、ちょっと厳しくした方がいいんじゃないって思うもん。荒野に対して。俺なんかもう何回怒られてきたか。お前舐めてんのかって、こうやってやられたことも何回もあるよ。お前舐めてんだろうって。こうやって。おいっつって。それを乗り越えてるから、やっぱり。その意味も、ようやく分かってきたっていうか、怒られてる時分かんないんだよ、やっぱ。なんで俺怒られてんだろう、みたいな。でもね、今考えると、あ、これってこういうことだったんだ、っていうこといっぱいある。なんでかっていうと、先輩がそうじゃないとダメなの。本気でやってる人って怒るんだよ。なんでかっていうと、仕事だと思ってやってるから。例えば、俺が配信始めて半年、配信のノウハウ何も知らないの。で、チャンネルって言って、要は公式番組を持ってる、ニコ生って公式ってチャンネルっていうのがあったのね。運営さんに認められた配信者だけ有料課金ができたの。4年前は。で、力也さんってチャンネル、初代チャンネルホルダーだからめちゃめちゃ大手の人なのよ。で、店やってて赤坂で。
で、一日店長お願いしたの。その時に、力也さんお酒飲めないのにガンガン酒飲むのよ。で、ベロンベロンになってついに配信をテーブルに置いて倒れたの。寝たのよ。で、俺、心配だから力也さんって言ったんだけど、本当に寝てんの。クーっつって。ベロンベロンなのよ。テキーラとか飲みまくって。で、俺はまずいと思って、放送事故だと思って、力也さんのパソコン覗いたら、枠を切れ、枠を切れって書いてあったの。向こうのリスナーさんに。で、あ、ごめんなさい、力也さん倒れちゃったんで枠切りますって言って、ポチって枠切った瞬間、力也さんがフラフラになりながら、ブーッと起きて、こんなんなりながら、おいてめえ、つって。何お前枠切ったんだよ、つって。なんでてめえ人の枠切ってんだよ、つって。要は、本当に酔っ払ってるし、本当に寝ちゃったんだけど、それを見せてるの。演者なの。これ台本とは違うんだよ。要は、なんて言えばいいんだろう、こういうのって。やらせでもないし。要は、俺が酔っ払って潰れてるところをリスナーが求めてるんだっていうのを本能で分かってるの、プロとして。だから、人の配信を、枠を切るっていうのは絶対にやっちゃいけないことなのよ。例えば人の枠でバンをするようなこととか。俺多分そんなことされたらボッコボコにするよ。多分殺すもん、本当に。それで分かったの。この人はそういう意識でやってるからプロなんだっていうの。例えばさ、俺の配信中で、俺が例えば、ベロンベロンに飲まされて、リスナーさんに飲め飲めって言われて、で、うーとかなってる時にさ、他の誰かからさ、枠勝手に消したら、リスナーさん怒るでしょ。そういうことよ。それをやっちゃったの、俺は。でも、それがないと、その人の枠を勝手に触っちゃいけないっていう、俺がのんちゃんに怒ったじゃん。お前、フォロワーさんブロック勝手に入れてって警察に突き出したじゃん。あれはそういうことなんだよ。俺、今だからわかるの。そののんちゃんに勝手にフォロワーさんブロックされて、初めてわかるの。やめろよっつって。このフォロワーさんをどんな思いで俺は獲得してんだよって。このフォロワーさんにフォローしてもらえる、認めてもらうまで何年かかってると思ってんだっつって。で、もし俺がブロックされたって勘違いしたら、この人二度と一生見てくれないんだぞって。ふざけんなよっつって。だから警察に突き出したのよ。だから4年目にして、そのリスナーさんの一件のフォローの大事さをよく分かった。人の信頼を一つ勝ち取るために、どれだけ時間をかけてるか。例えば、一個のエピソードだけで、そんなのがあるね。プロ意識だよね、プロ意識。で、そのプロ意識がまだ荒野にはないんだ。閲覧乗って調子乗ってるクソガキにしか見えない、俺は。そんなのは消えていったテンプレートだからね。そんなやつ何人消えていったか。ゃあ今、のんちゃんが悪いとか、のんちゃんを叩くっていう話じゃなくて、一個の事例だから。そういうコメントでミールはまたのんちゃんと喧嘩するんだから、せっかく仲良くなったんだからやめようよ。それはただのポンプになっちゃうからさ。今、のんちゃんが見てたらさ、ミュールまたかよってなるでしょ。せっかく仲良くなったんだから。やめよ。やめよ。ヒカルはたまに面白いこととか言う荒野を見て、時代だなと思う。面白いとか言う荒野を見て。ヒカルはたまに荒野とか言う、こ、ん？たまに面白いとか言う荒野を見て、時代、ん？ちょっとごめん、日本語がわかんないわ。のんちゃんは悪い子じゃないよ。じゃあ、のんちゃんは、ものすごい基本いい子なの。本当に基本いい子なの。のんちゃんは。おはよう、バイキングさん、クールありがとう、花火3個ありがとう。ありがとう。すいません、お気遣い。のんちゃん悪い子じゃないんだけど、嫉妬に関して情が深すぎるんだよ。俺に対する愛情が深すぎるの、あの子は。
光の配信はたまに面白いって荒野が評論してる。ああ、もう絶対タブーだよね。絶対タブー。そんなポットでのやつに人の枠を評論する資格なんかないよ。こんな初めて2、3ヶ月のクソガキ。むしろ、ヒカル君と金梅さんの悪口だけは荒野は絶対言っちゃダメの。荒野はそんなポジションじゃなくて、ヒカル君と金梅さんのおこぼれで食ってるんだよ。荒野は。そういうところがダメなんだよ。むしろヒカル君とさ、金梅さんに足向けて寝れなくて、もう、バカだな、あいつ、ほんと。バカすぎるわ。まあ、いいんじゃない？いつか痛い目見んの、荒野自身だから。アホすぎるでしょ。いくらなんでも。そういうところ許せねえわ、ほんと。よく言えるよね。ヒカル君がどれだけ苦労してさ、どれだけ体張って今の閲覧あると思ってんだよ。それを知ってるから、俺は。ヒカル君がいかにすごいことやってるか、いかに辛いことやってるか。完全にバカだな、あいつ。今、ヒカルは金梅から距離を置いてるけど、今のヒカル君の方が好きだよ。ヒカル君はもう、金梅さん超えるタイミングでしょ？そろそろ。でも、超えるっていうのは誤解しないでほしいんだけど、落ち目の金梅さんと乗ってるヒカル君だったらヒカル君の方が強くなっちゃってんの。二人とも乗ってる状態だったらわかんないけど、もうね、要は金梅さんの金魚の糞はやめる時期だよ。ヒカル君は。もう独り立ちすると思うよ。あ、ネズさん、花火ありがとう。ありがとうね。気をつけます。クールありがとうございます。花火二つありがとう、ネズさん。いや、違うの。俺はなんで荒野にこういう風にきつく当たるかっていうと、俺荒野のこと可愛いと俺も思ってるから。どうでもいいやつだったら言わないよ。荒野は逸材なの。もしかしたら、第3のヒカルイズム、金梅イズムを継承した孫になるの。ヒカル、これ言われたらそうだと思うかもしれないけど、金梅さんは、ランハゲ、野田ゾーリ、橋本くん、ヒカルくんって後輩をこんなに育てて後輩を大手を作る天才なの。こんなに後輩育てた配信者って今までいなかったんだよ。天才、プレイヤーとしても天才なんだけど、の、ランハゲ、橋本くん、野田ゾーリ、あと誰いる？ヒカルくん。セブンさんもそうでしょ？金梅継承者。子供はいるの。ただ子供、この子供たちはまだ金梅さんみたいに孫を作れてないんだよ。でも、ヒカル君は荒野を大手にすることができたら、金梅さんは孫ができるの。ツバニャンもそうでしょ？そう。だからもしかしたらヒカル君だけが、金梅さんと同じように後輩を育てる時期になってきたの。初めて後輩を育てられる、本当の金梅イズムを継承したのは、ヒカル君だけなんだよ。そう。つまり、ヒカル君今何しないといけないかっていうと、親父越えをしないといけないと思ってんの。だから俺今回の事件っていうのは、もう正直タマちゃんとかどうでもいいの、俺からすると。金梅さんとヒカルくんがどういう風に今後動くのかっていうのをすげえ楽しみに見てんの。ヒカルくんの成長。これできたらヒカルくん本物の大手になるから。もう大手なんだけど十分。本物の大手ね。誰もが認める。それは荒野にかかってるんだよ。荒野がヒカル君はたまに面白いとか言う立場じゃないんだよ。俺本当にすげえ楽しみにしてんの。荒野は逸材だから。ディスとかじゃなくて、先輩の話題を出すこと時点でアウトだよ。ヒカル君が金梅さんに対してどういう気遣いをしてきたかっていうと、例えば、金梅さんの枠ずっと見てんの、ヒカル君プライベートで。で、そしたら、俺よ、ヒカルのところ行ってボクシングやろうかなって言うのよ。そしたら俺は電話かけなよって放送終わったら。要は、金梅さんって待ってますよって言いなよって言ったら、いや違います、あのさ。それは金梅さんの気分があるんで、金梅さんが来るときは絶対金梅さんから連絡来るんですよ。だから、バエさんから連絡来ないってことは、金梅さんの台本があると思うんで、ネタがあると思うんで、
今言ってるかもしんないけど、これに振り回されちゃダメっすって。ばあさん来るときは絶対連絡くれるんで。ああ、ひかる。まあ、だから、ひかるくんはそれくらい金梅さんを信頼してるし、金梅さんから頼まれない限り動かないっていうぐらい、いや、出しゃばらないぐらい気遣いしてんのよ。俺すごいと思ったよ。だからディスじゃなくて、心配りとか気遣いがなさすぎるんだよ、荒野は。そうっすね、ワンサイ。それより楽しみましょう。飲みましょう、ワンサイ。俺が金梅さんに名前呼ばれるまでさ、和道君っていう一言をもらえるまで何年かかってると思ってんだよ。鮫島さんから電話かけてもらえるまで何年かかってると思ってんだよ。ちゃんまんに和道おはようってコメントして、ね、名前呼んでもらえるまで何年かかってると思ってんだよ。荒野なんか、光くんと金梅さんだけだぞ。誰も相手にされねえぞ。配信会広いかんな。なあ。関慎吾さんとコラボするまで何年かかってると思ってんだよ。ねえ、新八丁とさ、和道って呼んでもらえるまで。だから苦労を知らなすぎるわ、あいつ。配信会奥深いよ。寝落ちしてた、ナミヤ。いや、一部の人に可愛がられてるだけだから、荒野は。配信の海はもっと広大なんだよ。名前呼んでもらうまでの下積みがなさすぎる。あいつ、ふわっちとかツイキャスだからピヨピヨされて、ね、可愛いって言われてるけど、全くジャンルの違う配信者に言われたら、誰お前って言われるよ。誰お前って言われるよ。だから一部の狭い世界で、俺すげえってやってるだけだよ。で、そんなやつはダメよ。あ、運はいいよ。可愛がられる。可愛いよ。そこは誤解しないでほしいよ。荒野は可愛いよ。だけど、これを言うのは、こういう、なんか、めんどくせえ先輩のポジションは俺でいいと思ってて。可愛いからこそ言うでしょ。金梅さんもさ、光くんも甘やかしてさ、運も実力だよ。っていうか、運は実力。誰も言わないよ。俺は荒野可愛いから言うよ。関慎吾は大手でしょ。あのさ、もう今のツイキャスとかフワッチなんて目じゃないんだよ。同時閲覧何人とか、何千人とかが、もう群雄割拠だったんだから。枠を開くまで1時間待ちだったんだよ。それくらいの時代に名を残してる人ってすごいよ。だって金前さんもさ、今さ、大手だって言われてる人って全員ニコ生系じゃん。まあ、ナーボーとかさ、キャスから伸びた人もいるけど、もうみんながみんな知ってる配信者ってニコ生からじゃん。ニコ生ってそれくらい辛かったもん。はっきり言って、荒野なんかニコ生じゃ通用しないよ。はっきり言う。ニコ生じゃ通用しない配信者多すぎる。だから、海老蔵さんはニコ生で大手になってたから安心感があるんだよ。ニコ生出身は何が強いかっていうと、リスナーがすごい甘やかさない。リスナーは常に。コメントとかで人が死ぬぐらいだから タイピングで人を殺せるんだから、あいつら。スイマっていう人とユウくんっていう人、ごめん、わかんないわ、ユキミさん。
名前を知らない。ごめんね。多分ここにいる240人の中で、スイマとかユウくんっていう人を知ってる人は一人もいないと思うよ。聞いたことない。何をやった人？ニコおはよう。おい、テル、おはよう。やばい、風邪ひいたわ、俺。テル。おはよう。あ、似合ってる。ありがとうね、これ。テルからもらった。みんないいよ、いいよって言ってくれた。テル、ありがとう。先月のフワッチマンスリー、ホストだよ、あれは。そうそうそう。銀猫と俺も同じ意見。配信者じゃなくてホストだよ。あの辺は別ジャンルだから。別ジャンルっていうか、俺らは同業だと思ってない。チャットレディーとかと同じでしょ？ チャットボーイだよ、チャットボーイ。同猫か、ごめんごめん。同猫ね。そう、ホストだよ、あれは。俺らはもっと、人間のクズさ加減とかを見せて お金を稼いでるから。あ、もしよかったらアイテムください。よろしくお願いします。チャットボーイでしょ。 チャットボーイ。特攻100、ありがとう。アイテム風船1個でもいいんでお願いします。あ、鼻が痛い。指示か。まだできるね、雑な。エンディさんいらっしゃい。フランス王子様。コテハンはどれなんだろう。フランス王子様でいいのかな。フランシス。ハートプレゼントありがとう。もしよかったらフォローよろしくお願いします。あとね、YouTube とか Twitter とか Facebook とか、いろんな SNS やってて、で、Facebook と Twitter は、僕の、ご飯、何食べてるとか、風景とか写真いっぱい載せてるんで。フォローしてください。ニャコ風船30個ありがとう。ブルースユリーさんありがとう。風船。マジか。おはよう。ああ、チャーコありがとう。テルが選んでくれた。で、もしよかったら YouTube のチャンネル登録ぜひお願いしたい。YouTube 下に URL 書いてあるから、テロップのところに。もしよかったら皆さん、チャンネル登録 YouTube、本当にお願いします。この間朝にキャスバーの下で絡んだ外人？え？外人さんだったの？キャスバーで絡んだ外人？え？ワドーって配信外で声かけてくれた人？朝に。ハーフでしょ？外人だったっけ？なんかめちゃめちゃイケメンのホストみたいな子でしょ？あ、そうなんだ。ありがとうね。外人なの気づかなかったけど。配信外で、放送見ますって言ってくれた人でしょ？今度花火投げますって言ってくれた人でしょ？男の、イケメンの。ああ、思い出した思い出した。え、普通に、あれだよ、俺、かっこいいけど、外人さんだと思わなかった。今度飲もうよ、一緒に。俺、西新宿5丁目が住まいだから。そうだよね。違うんだよ。虫がすごい多いの。さっきびっくりしたんだけど、ここにカツ丼の食いかけ置いといたんだよ。で、ちょっとつまもうかなと思ったら、アリがすごいたかってて。あ、東京だと考えられないの。一日放置しても虫とかハエとかたかんないじゃん。ブワーって真っ黒になって、うわーってなったもん、俺。マジマジ。小さいアリがブワーって弁当にたかってて。やばいわ、やっぱ暑いから、動物の生命力がすごいんだよ。だから沖縄のグッピーってさ、水路の溝あるじゃん。ドブみたいなやつ。わかる？なんて言うんだろう。水路。あそこにグッピーがいるの。野生のグッピー。グッピーをペットボトルに入れて、なんか小学生の子が持って帰ったのよ。いとこが。それすごい繁殖力だったもん。
1ヶ月で500匹ぐらいになっちゃって、水槽グッピーだらけ。うん。キャスバーでホストみたいな外人呼んでって言えば2分で行きます。あ、そうなの？伝わるの？それで。ホストみたいな外人で。わかった。うん。マジだよ。生命力半端じゃないから。沖縄の生き物は。うん。だから、その女の子、グッピーかわいいっつって、5匹くらい持って帰ったの。で、1ヶ月後、ブワーって水槽グッピーだらけになって、みんなに配ってたもん。同級生に。グッピーいる人っつって。本当だってこれ。本当だから。本当嘘じゃないから。YouTube 肝試し見れるの？あ、見れる見れる。YouTube に俺の心霊動画いっぱい載ってるよ。放送中に起きたやつ。例えば、その関慎吾さん、見る？例えば。関慎吾さんの、関慎吾さんとコラボを普通にやったのよ。そのコラボで写っちゃった心霊写真とかも全部載ってる。動画でね。例えば、そう、俺の配信、心霊配信、普通にこうやって雑談やってる時も心霊現象普通に起こるのね。例えばこれ、関慎吾さんとコラボだけど、この窓ガラスのところ見える？わかる？ほら。やばいでしょ、これ。こういう風に、ギャーっていうのがいっぱいあるよ。窓ガラス。慎吾さんの正面に女の人映ったりとかしてるでしょ。こういうのいっぱいあるから。怖いでしょ。うん。なんか知んないけど俺、霊取り付きやすいらしくて。やばいでしょ、これ。うん。こういうのがいっぱい起こるのよ。配信中に。ふわっちで。もうふわっちでも何回も起こってる。怖いでしょ。こういうのいっぱいあるよ。うん。民宿にアリが入ってきてたね。すっごい小さいアリね。うん。あ、バス停みたいなやつ見た？ピッピー。そう。で、もしよかったらみんなフォローよろしくお願いします。YouTube 力入れてるんで。よろしくです。チャンネル登録ね。お、アリスおはよう。結構はっきり映る系が多い。あとふわっちもぜひフォローしてください。アロハっていうかね、こういうのカリウシウェアって言うんだって。アロハとは違うんだって。で、沖縄の清掃だから、これで歩いてても、要は公務員とか駅員さんとかもこういう格好してんの。これは清掃なの、沖縄の。だ、お葬式とかもこれの黒とか着るし。かわいいよね。インスタやってるよ。インスタもやってる。だから Facebook からインスタに飛べるよ。インスタやってるよ。沖縄帰りたくなったら帰るよ。ボンマス。そうだね。俺ご飯残したのもう何年ぶりだろう。本当に。今朝、俺普段本当に飯残さないんだけど、朝夏バテで。てか多分昨日から風邪ひいてたんだろうね。少しカツ丼残しちゃったの、一切れ。ご飯残すのはダメだよな。有吉さんありがとう。バテバテだ。登録してきてありがとう、チャーコ。うんとね、たくみさんが預かってくれてる。鳥は。大丈夫だよ。前回の旅配信もたくみさんが預かってくれてたから。いや、帰りたくなったら帰るよ。まあ、プロフィールページにも書いてるんだけど、俺は、とある時期から人生悩んでて、で、自分の最高の人生って何なんだろうってずっと考えてたの。でも、8年、何年前 ?6 年前ぐらいから、ずっと唱えてる言葉があって、
好きな人と好きなことを好きな場所で好きな時に好きなだけやるって。好きな人と、これ順番も大事なの。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる。だ誰とやるのか。誰と何をいつ、どこでいつまでやるのかってこと。で、好きなことね。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる。それだけの人生。だからその時その時、瞬間瞬間で誰と一緒にいたいのかを考えてる。そう。それを毎日唱え続けたら夢が叶ったのが最近かな。今年入ったぐらいからやっと具現化した。だから帰りたくなった時は帰る時。今日やりたいことをやる。言霊あるよ。言葉ってすごく大事なんだよ。言葉が人格を作るから。時間はかかるけどね。言葉が心や性格を作って。今日はね、戦争の防空壕ってわかる？要は沖縄って激戦区で戦地だから、糸満の方に行くと、壕って言って洞窟みたいな、要は人工的に掘った穴があるの。で、そこを、要は、みんな避難するんだけど、そこをアメリカ兵とか、重火器とかで焼いたりとか、そこに向かって大砲とか手榴弾投げて全滅してる地域とかあるの。だからそこは見ないとダメだと思ってて。日本人なら。実家はもうないね。家族とは縁切っちゃったから、俺は家族いないんだよね。もう何年帰ってないかね。もともとでも、16歳ぐらいから一人暮らししてたし。ひめゆりの塔も今日行くね。やっぱ日本人ならさ、沖縄の人だけさ、こうやって悲惨な目に遭ってるのにさ、それを知らないで我が物顔で生きるのは絶対間違ってるから。俺らが今こうやって生きていけるのは沖縄の人のおかげだからさ。結婚は無理じゃないの？彼女は欲しいけどね、パートナーは欲しいけど、まあ俺と結婚したい女の子なんかいないでしょ。そうそうそまあ、いい素敵な彼女がいたらいいなと思ってるけど。かりゆしウェアはもともと第二次世界大戦後に沖縄が植民地にアメリカ人が皆アロハを着て、それを沖縄人も着るようになって、日本に返還されてからかりゆしウェアの名前になった。なんか素材と柄が違うらしいよ、でも。でも、もともとハワイの、アロハの起源っていうのは、日本の着物をリメイクしたものなんだって。だから、逆輸入なんだよね。日本の着物を柄きれいっつって、シャツを作ったんだって。着物で。着物って着づらいじゃん。防空壕すごい。オッケーオッケー、ありがとう、リヒト。やっぱそういうさ、社会勉強みたいなものをやっぱやってかないと、やっぱ現地に行かないとわかんないところあって。海綺麗だなとかさ、そういうのも大事なんだけど、やっぱ学んでいかないとね。まあ、できればもうぶっ飛んでる彼女で、和道が旅するなら私も旅するぐらいの勢いの子がいいね。ずっとついてくるっていうか。俺のそばに、ここにいる子が欲しいね。一緒に見に行こう、チャコ。配信回すから。無駄な雑学っていうか、なんだろう。やっぱりね、俺は思ったの。なんか1990何年とか1900とか1600何年に何が起こったなんかどうでもいいのよ。そうじゃなくて、なぜそれが起こったのかとか、なぜそんな風になったのかっていうのって、理由があるんだよ、全部。人間がやることだから。なんで織田信長が比叡山延暦寺を焼き討ちしたのか。比叡山延暦寺を焼き討ちしたのは何年なんかどうでもいいじゃん。一番どうでもいいことを一番覚えさせてんのよ、日本の教育って。そう。俺は理由とか、ディティールを知りたいのね。そう、何年に何が起こったなんかどうでもいい。
そうね、ポンポコね。そういうのいいね。そうそう。そこに人は惹かれるわけよ。だから俺は、防空壕を見て、どれくらい悲惨だったのかってわかると思うの。壕の中を見たら。で、ばあちゃんの話で聞かされてるから、防空壕に実際ばあちゃんは逃げてたわけよ。そこで妹を亡くしてるわけよ、ばあちゃんは。それを見たいよ。日本の兵隊さんにも助けられたって言ってたよ。日本のっていう言い方変かもしれないけど、ヤマトンチュ。すごかった。それが本当の勉強だよね、やっぱり。だって沖縄で戦争があったっていうことを知らない子もいるわけじゃん、バカすぎて。そう。でもね、そこの悲惨さとかさ、リアルであったことを見たらさ、体感なんだよね。ファンタさん風船ありがとう。原爆ドームも必ず行くよ。そうだよ。だからその頃のパスポートもばあちゃん持ってるし、日本円がなかったの。GHQ が発行してた軍票だったんだよ。軍票っていうのがお金だったんだよ。だからそれもばあちゃん持ってるよ。Google にも出てこないぐらい超貴重な資料。だからばあちゃんに言ったもん、それ。とんでもないお宝だよって。で、当時で、今で言う300万円分ぐらい持ってんの。必死になってお金稼いだんだろうね。これね、かりゆしウェアっていうやつね。そうそうそう。ね、アメリカ行ったらね、日本の良さも、日本の悪さも全部分かったよ。日本は、特殊だよね、ちょっと。今日の予定っていうか、俺の人生で予定が決まってることは一つもないです。その時の気分だけで行動してるから。だって昨日もさ、どこどこ島行こうぜって言って飯食って解散だから。台風来たわーっつって。だから基本的に俺の放送で未来のことは何一つ決まってないと思ってください。友達とやりたいことやるだけです。そしてその友達はリスナーさんも含まれてます。一緒に考えよう。すごいよな、俺3日間水着で過ごしてるんだけど、これ水着だけど大丈夫だよね。このパンツ買いだったよね。これ水着なんだよ。もう水着でずっと生活してるから。お、ワンワンいらっしゃい。トムね、なんかね、俺アンチになっちゃって、トム会いたかったの、ワンワン。だけど、なんか、トムがね、すげえ俺にアンチコメ書くようになっちゃって、それから疎遠になってるから会いづらいんだよね。なんか、お前は俺への当てつけで踊ってるんだろうとか言われて。いや、当てつけじゃないよ、トムって。いや、お前は俺が体動かないのを知ってて踊ってるんだとか言って。すげえアンチコメ書かれたんだよ。なんかすげえ偉ってた。今はね、元部かな？元部？元部？手荷物はいつも通り、バックパックだよ。これが俺のバッグなんだけど、リュックサックなんだけど、この中に全部詰めてて。で、これをどうすっかなんだよね。これめちゃめちゃいらないんだよ、これ。
余計な買い物しちゃったよ。釣り。釣れない。釣れないやつね。うん、なんだこれ。誰かいる人いないかな。釣れない釣れない。ほんと無駄な買い物。郵送？いや、もう誰かにあげたいこれ。セミすごいよ。うん。釣り配信はだから餌がないから、餌、テルの車の中に置いてきたから。まあ、なんかね、夕方とか時間空いたら釣りやるのもいいかね。クソつまんなかったわ、釣りって。俺に合ってない。ヘッシュヘッシュそうだね、リサイクルショップ売ってもいいかね。でもリスナーさんでリアトツ来た人でなんか竿が欲しいっていう人いたら、ここに和道ステッカー2枚貼って、でテルタンピンにもステッカー貼ってもらって、でプレゼントしてもいいかもね。リアトツした人になんか和道釣り本当にいらないんだったらちょうだいって声かけて、そしたらステッカー貼ってこれ無料でプレゼントするから、そしたら思い出になるから、使ってもらいたいし、現地の人に、釣りやる人だったら。釣り堀、なんかでも、ボケと待ってるの辛いな。なんか、性に合わない。うん。うん。全然性に合わない。はい、わたつ、まだよ、いらっしゃい。短期な人は釣りに向いてる？あ、そうなんだ。じーっとしてるのが苦手なんだよね。あー、そうなんだ。俺はね、4年前からだね。4月の11、要は1週間後に5年目に入る。4年間が終了して5年目に入る。5年生になる。結構長いよ。毎日毎日10時間以上配信やってるんだもん。だから好きなことを毎日10時間以上続けると仕事になるんだ。新宿騒がしかったらしいね、なんか。アイコがぶん殴ったんでしょ。あ、ツイッターフォローありがとう。ツイッターフォローありがとう。いいね。タマが追いかけましたよ。なんかぶん殴ったって聞いたよ。タマが鼻折れて流血したとか聞いたけど。
たまちゃんが先に手出したんだ。それ手出すのはダメだよ。YouTube に上がってる？もう。天狗になってたんだ。やべえな、ペットボトルもうこの2時間で1リッター飲んだよ。すげえな、水とジュース。やべえ。何杯飲んでも汗でなくなるからね。セゴロ番外編、ステゴロでやればいいのにね。 来年のステゴロのカードが決まったよね。配信会も30代だったちゃんまんが50代に突入しそうになるぐらいだから、そのうち有名配信者がなくなるとか。あ、まああるだろうね。だってリスナーさんでさ、お亡くなりになられてる人とか結構いらっしゃるじゃん。だから配信者で、有名配信者で亡くなったらどんな葬式なんだろう。ゲルゲと香川さんが手繋いでちゃんまんの葬式出席したら笑うよね。で、うなちゃんまんこが葬式で DJ 皿回すんでしょ。すごい葬式になるだろう。望みがもらってる。配信者は葬式も配信したいと思ってるけど、そんなの遺族やらないだろうし、自分たちは知らないまま亡くなってどうだろうね。俺はリスナーさんに頼んでるけどね。もし俺が死んだら派手な葬式頼むよって。配信回してねって。リスナーさんにお願いしてる。企画してって。死んだら関係ないから、自分はその葬式見れないから、まあ、勝手に楽しんでオフ会やってって。それでいいよって。俺はほら家族いないから、リスナーさんしか家族いないから。うなちゃんまん、よっさん、金梅さんじゃ、式が近いのは。 よっさんが一番有力かもしれない。金梅さんがガチで引くぐらい糖尿病だったもん。この数字はやばいって言ってた。で、病院行ってないでしょ、よっさん。
いつか死ぬだろうな。これね、シャンピンが買ってくれたの、仮よしウェア。パーカーっていうかね、あれは、水着なんだよ。着替えようか。これも水着なのね。ラッシュガードってやつだね。ラッシュガード。これでしょ、これハーレーっていうやつね。ハーレー、水着で、だから水着で街を歩けるってすごいよね。これでしょ、これは水着なの、ラッシュガード。でもこれでホテルとか街歩いてても何も言われないもんね。みんなこんな格好だし。これ高かって、上だけで1万円ぐらいでしょ。これね、ハーレー。おはよう。ぬこありがとう。あとこれも買った、これポロシャツ。今日はでもせっかくテラが買ってくれたからこれで移動するわ。こっち側でやります。似合う、ありがとう。ラッシュはあった方がいいね。沖縄の人みんなラッシュガード着て泳いでた。今日は特別仕様ですよ。赤と白と黒しか服普段着ないけど、テルが買ってくれたから今日はこれ特別仕様。はい、さーい。沖縄仕様で今日は移動します。あ、ロックっぽい T シャツもあるんだ。ハーレーデザインいいね。若い頃ね。だってこれ着た瞬間に現地の人っぽくなるでしょ。なんか沖縄っぽくならない、顔立ちが。おはよう、バタフライテール。おはよう。へえ、ロック系のハーレー持ってるんだ。あ、2時間経過したんで、もしよかったら風船かなんかアイテムご支援ください。お気持ちいただけると嬉しいです。もうあと1時間ぐらい雑談したら風呂入る。たくみさん、おはよう。わだつ、明日から旅行なんだ。いいじゃんいいじゃん。バガ参考ありがとう。にゃバガありがとう。おはよう、一郎さん。バカありがとうね。一郎さん、おはよう。風船100個ありがとう、ナミニアン。ありがとうね。ナミちゃん、ありがとう。沖縄ね、いつまでいるかわかんないよ。さあや、いらっしゃい。帰りたくなったら帰るよ。もしかしたらこのまま永住するかもしれない。あ、YouTube もチャンネル登録みんなありがとう。たくさんありがとうございます。フォロー。
Facebook やってる人やっぱ少ないんだね。Facebook 申請が全然来ないよ。やっぱ、放送を見る人は YouTube と Twitter が多いかな。今日はね、糸満の方に行く。糸満に行って国際通りに戻るかな。青山今日までだね。今日泊まって明日帰るんじゃないかな。これ仮ユシウェアっていうの、ラキさん。テルジャンピンがプレゼントしてくれた。ああ、そうだろうね。リア充ツールだよね。台湾行かねえわ。パスポート持ってねえもん。でもパスポートもそろそろ取らないとな。ありがとう、さや。パスポート取らねえとな。ああ、そうなんじゃないの？ハワイの日系人、沖縄の人多いと思うよ。まあ、それだけじゃないだろうけど。ジェイク島袋とか違うっぽいけどね。離れの小島とか、岐阜来たら、ああ、じゃあサヤ LINE 俺に送っといてよ。住んでるの岐阜だよって。うん、日本全国もあるから、いろんなところ。楽しみにしてて。LINE 登録してる人はさ、住んでるエリア書いておいて。海外は、いや違う、俺全世界を回るために旅やってんだよ。海外で行きたいところじゃなくて、俺はアフリカとかないと思ってるの。自分で見た、目で見たものしか信じないから。だから、地球に住んでる感覚が欲しくて、全世界回るの。で、それをシェアしていきたいのね。なんかリアルなところ。雨はね、今から降る感じかな。まだ降っていない。曇り始めたね。曇りになってきた。まだ降ってないよ。そうそう、そういうノリ。まだ日本編が終わってから海外行こうと思ってるけど、アメリカだけ先にワープしちゃうかもしれない。アメリカには行こうと思ってるから。台風の雨が降って止まって止まってはやんだよ。だろうね、今日は。今日はこんな感じだろうね。うん、OK。LINE OK。登録しとくよ。
かわいい子さん。さあや、さあや。そうだろうね。また一気にガーッと暑くなるだろうね。テル何時頃来るって言ってたっけ？テルが来る前に一回シャワー浴びよう。ヒゲもそろ。ヒゲだいぶ生えてきた。どうしたランラン、元気ないじゃん。アドツどうしたのランラン。どうしたのてんてんてんて。のんびりしてるよ。どうしたランラン。元気ないね。元気ないね。元気出して。なんか聞くよ。相談だったら聞くよ。和藤さんが元気出してよ。俺元気だよ。ちょっとね、風邪ひいちゃったんだ。風邪ひいちゃったの。元気は元気だよ。頭がちょっとぼーっとするのと鼻水が止まんない。言いたいことあるの？チャンピオンは昨日病院行ったね。チャンピオンも風邪。喘息だね。チャンピオンも風邪ひいた。チャンピオンもともと喘息持ちだからね。移ったっていうか、同時に引いたか移ったかだろうね。すげえな、テルチャンピンってマンスリー4位なの。すげえな、テル。やば。絶好調だな。すげえな。体調ちょっと頭痛いね。ちょっと頭痛い。あと鼻水がつらい。
そう、何食おうかな。なんか、後でテルが薬くれるって。速攻効くやつくれるって。朝来たの、確かに、ランランね、朝来るの、初めてかもね。寝れなかったの？ランラン夜来るイメージがあるね。朝も結構やってるよ、俺、放送。取れない。わかるよ。ちょっとわかんないよ。お、みすけおはよう。わからないよ、ランラ。どうして？わかんねえ。はい、さーい。みこいらっしゃい。そうだね。まあ、大丈夫っしょ。風邪の引き始めだから。何時寝た？夜の10時ぐらいに寝たかな？大丈夫？ああ、大丈夫だよ。そんなにひどくない。ダメな時ダメって言うもん、俺。ダメな時ほんとダメって言うから、やばいわーっつって。ああ、捨て頃もう終わったよ。6月の10日に終わって、あと来年だろうね。もう動画になってるよ、みみさん。だって声が え、声が鼻声？健康的だね。今日目が覚めちゃった。夜中に。夜中っつうか朝5時ぐらいに目覚めた。放送やってる、ずっと。昨日からね、でもちょっと鼻声ひどくなってるよって言われてた。そうなんだよね。俺も喘息持ちで、肺炎っていうかね、風邪が悪化するともうヒュー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 言って呼吸できなくなっちゃうの。大丈夫だよ。いや、無理はしないよ、全然。無理はしない。もし悪化したら帰るよ、東京。大丈夫よ。心配して。心配してじゃない。安心して。あ、気圧変動なんだ。併発するよね。超苦しいよね。もう息が吸えない。子供の頃もう入院してるぐらいさ、もうずーっと病院で生活してるぐらいね、体弱かったの。お、佐々木さんおはよう。そう。和藤さんは絶対帰らないから、無理やめて。いや、帰るよ、大丈夫よ。ランラン、無理しないよ。本当ありがとう、心配してくれて。元気出して。ランランが悲しいと俺も悲しくなっちゃうから。あ、
雨の降る前とか気圧崩れで体わかる。あ、いや、俺はわかんない。でも友達にわかる人はいた。あ、絶対今から雨降るわ。そうだね。寝てるし。小池すごい。何小池すごいって。誰小池って。旅先の体調不良。結構ね、旅は体力消耗するんだよね。悲しい。何があった？悲しいことなんかなんもないよ。選挙行かない。俺選挙行かないのはもう公言してる。俺が国を変えようとか思ったりとかするときは、ちゃんと市議会議員とか国会議員になるからって。選挙は行かないっていう方針はもうずっと伝えてるよ。で、もし国を変えなきゃって自覚が芽生えたら、立候補する。無理してないよ、全然。ランラン無理してない、してない。本当無理なときは放送回さないから。大丈夫よ。本当に元気よ。風邪、ちょっと辛いだけで。ちょっと体調悪いだけ。じゃあ、残り5分で終わりにしたいと思います。シャワー浴びて、テルチャンピンと合流するわ。あと5分で終わり。後で放送回すわ。野鳥は、どうなんだろうね。わかんない。来んのかな？風船ありがとう、ゆうたん。風船ありがとう。わかんないね。テルちゃんとはホテル違うよ。テルはね、ちょっと離れた離島のホテルに泊まってる。喉がイガイガするね。やられてるな。おやすみ、ランラン。今日の予定は未定。やりたいことやるだけ。毎日やりたいことやるだけの人生だから。よろしく。その時その時やりたいことをやっていきます。
お、ワイルドクソジーだ。おはよう。え、大阪いんの？マジだ。香川さんの店行くのかな？羨ましい。朝ごはんまだ食ってねえ。ナミニャおはよう。あれ？さっきの、え？ナミニャ、あ、変えた？まあ、皆さんね、今後、なんか、メッセージくれる人とか、リアドツとか、ステッカー欲しい人とか、全員 LINE 登録してください。あ、観光で？香川さんのお店とか、チャンマンのお店行けば面白いんじゃね？ワイルドクソジ。香川さんオープンしたてだから、よくしてくれるっしょ。ゲルゲもいるし。じゃあ、そろそろ終わりにすっかな。あんまり焼けてない、なんか。じゃあみんなお疲れい。また会いましょう。お疲れい。ああ、行きたいけど、なかなかね。じゃあみんな後で。お疲れ。ありがとう、みんな。たくさんアイテムありがとうね。カズハさん。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ、もう。